春、会見中にヒートアップ、大好きです。今週に挑戦したいことも明かす。女優の春が27日、都内で行われた、ショーチューバーナンバー8メディア向けプレオープンに出席。今週に挑戦したいことを明かした。霧島ナンバー8の CM キャラクターを務める春は、同商品の特徴であるマスカットを思わせる新鮮な果実感と秋をイメージしたという緑系の衣装を身にまとい登場。7月に行われた同商品の新 CM 発表会で、今夏にやりたいこととして、家族と旅行に行きたい、と答えていたことが話題に上ると、今年、家族みんなで旅行に行けたんですよと目を輝かせ、温泉宿に泊まることもできましたし、コテージに家族だけで泊まってバーベキューをしたりして、とてもいい夏でしたとにっこり。旅行の計画は家族がしてくれたそうで、姉の家族の甥っ子と姪っ子がいて、まだ小さいんですけど、一緒に花火をしたりして、夏らしいことができたなと思いますと充実した表情を浮かべた。また、今週にやってみたいことを聞かれた春は、今は過ごしやすいですら、お散歩をしているだけで気持ちいいんですけど、今年の頭に、軽めでもいいから登山がしたいな、って思ったんですね。もう少ししたらもみじも綺麗になるんじゃないかなと思うので、もみじ狩りの登山ができたらいいなと思いますと胸を躍らせ、これまでの登山経験を追求されると、中学生の時の林間学校で、富士山にちょっと登ったのが最後ですと打ち明けた。さらに、秋は食欲も増す時期でもあるが、秋は美味しいものが本当に多くて、食べ過ぎちゃうのが悩みなんですけど、この秋はもうシャインマスカットをいただいて、家でサンマも焼いたんですけど、私が秋にすごく好きなのはまさにサツマイモと声を弾ませ、スイートポテトも好きなんですけど、焼き芋が大好きで、デザートにもおやつにも焼き芋ばっかり食べてるんですよ、わら。もっと焼き芋の良さを皆さんに知ってほしいなって思うくらい大好きですと熱弁。続けて、春は、私の家族も焼き芋が大好きで、冷凍のものを取り寄せて食べたりするくらいですと笑顔を見せたが、食べ物の話で急に熱が上がった感じでごめんなさい。恥ずかしいですと我に返って照れ笑いを浮かべた。最後に、来年に向けての抱負を尋ねられた春は、健康、と答え、去年の末から体調を崩し気味で、体調が悪い中、無理して子供たちとカルタをやったら声が出なくなっちゃったりして、今度の年越しも元気にまたカルタとかをやりたいので、健康に気をつけて、美味しいものを食べて、美味しいお酒を飲んで過ごしたいなと思いますね、と語った。